これ結構みんなもためになると思うんで、ちょっと聞いてほしいんですけど、ここルートで、で、ここマイナー7があって、で、ここにイレブンスがあります。サス4。まあ、今回サ3と引かないんでサス4だから4なんですけど、で、ここ13。で、ここ5度。で、今回5弦は引いてないから、まあ5度は省いてるけど、こういうコードがあります。例えば G でやると、G7 ってこのめっちゃ有名な押さえ方ありますよね。これの3度の1個上、これでサス4。で、この後半音下げて G サス4から G7。G サス4から G7。で、これよく見ると、5弦のこの D から見ると、これって Dm7 なんですよ。要するに G7 サス4は、まあイコールと言ってもいいけど、 G 分の Dm7 と同じ響きですね。はい。で、今回問題なのがこの音が入ってるっていうことで、この13の音を含んでる。本質は G7 サスです。G7 サス4。で、13も付け加えてるから、G7 サス4で、まあ、カッコ13みたいな感じですね。で、この13ってのは、これだけ見ると、D マイナーから見るナインスだから G7 サス4 13 VS D マイナー9スラッシュ G。 これどっちが見やすいですか、皆さん。さらにその後のコードが、その後のコードがここを3度に半音下がって、ここがフラット13に下がるっていうことを今、イクバスさんはコメントしてくれてるんですけど、そう、これセブンスに変わるです。変わりますよね。G7 のフラット13に。だから、自分的にはサス4からセブンに変わりましたっていう、なんかこれセットで見るとめっちゃわかりやすい。まあまあ別に正解はないけど、自分の好みで。ちょっとついでなんで、サス4の話すると、今 G7 サス4はイコール G 分の Dm7 と同じ構成音みたいな話したんですけど、ちょっと厳密に言うと Dm7 の中に5度の A が含まれるから、G から見たナインスが鳴ってるっていうこともあるけど、まあ、本質は一緒です。で、実はもう一個あるんですよ。よく表記される同じ意味のやつが。これ知ってますか？まあ知ってる人も多いと思う。正解を書くと G 分の F ですね。G の上に F のドミソ。実はこれも、まあ、この指板で見ると、ナインス、イレブンス、こういう構成音ですね。ルート、マイナー7、ナインス、サス4。この3つはね、よく使うんで、なんか覚えとくといいですよ。シンプルに、サスって書くときもあれば、5分の2度マイナーが乗っかってる感じのときと、5分の4メジャーが乗っかってるとき。この3種類。だからこれパッと見た瞬間に、ああ、5のサス4みたいな感じねって 覚えとくといいです。だいたいこの後は、
全然これだけじゃないけど、だいたいこの後はシンプルに G7 に戻ることが多いので、 G7、 G 分の F から G7C。 ちなみに G 分の F のこの人差し指を1個下に下げるだけで G7 に変わるんで、G 分の Dm7、 G7C、 G7+4 を G7C、